こんにちは、ウプ主です。霊夢です。まあ、見たらわかる通り下関駅前です。写真は目の前を発車していった大海島準急ですね。で、初のバス旅動画だけど、何をするわけ？待てよ！まあバス旅なんて特に毎回目的なんかありませんよ。今回は三電交通の車庫のうちの2カ所にバスを撮影しに行くのと、乗車したことのない路線に乗車するといった感じですかね。なるほど、早速ワンデーパスを購入ね。これは三電交通発行のフリー乗車券で、福岡と下関を結ぶ福福号以外であれば市外に出る路線でも乗車できるわ。このパスは1000円で購入できます。動画の冒頭に映っていた大海島駅ですが、長門市まで走り、運賃は片道2130円なんですが、これを往復しても1000円のバス代だけで済むのでめっちゃお得なんですよね。市内の観光地を巡る際は、渋滞回避と地球のためにこのパスを買ってバスで巡るのがおすすめよ。特に唐戸市場は自家用車で行くと大渋滞に巻き込まれるから、本数が多いバスで行くことを強く推奨するわ。ほんだら早速乗っていきましょうか。最初の乗車便は 17YK とユメタウン上府経由の三電小月営業所行きです。何の変哲もないエルガですね。異常なことに元都営の車が多くいる三電だから、それが来るかと思ったら自社発注車だったわね。LKG 台だけど、甲高いターボの音がいいわね。ブゼンダバス停を通過、僕には海上ユメタワーが見えてきました。下関でもひときわ高い建物です。17年下関に通ってますが、未だに登ったことありません。3列目通過、ここからは関門海峡が見えるわ。手前には建設中の星野リゾートリゾナーレ下関が見えるわ。2025年秋完成予定とのこと、すごく楽しみね。まあ高くて簡単には止まらないだろうけど、目の前に見える大きな観覧車があるのは、はい、カラッと横丁下関の遊園地的なあれで、4年に閉園騒動になりましたが撤回されたみたいですね。奥に見えるロンドンバスは2013年まで下関で活躍していたルートマスターね。ロンドンからやってきた車両で中の人も乗ったことあるわ。そしてさらに奥には海上館があるわ。日本最大のペンギン展示施設があるのが有名ね。今年12月から来年7月まで全面リニューアルで一時全館休館するらしいので、ぜひ今のうちに訪れてみてくださいな。さて、進行方向右手にはカモノアーフがあるわ。様々な飲食店が入っている施設ね。進行方向左手には亀山八幡宮があるわ。ここの鳥居のところには昔唐戸市場の屋上で野球をしていた人が跳ねた野球ボールが残ってるわ。そんな唐戸市場が見えてきました。下関の一大観光スポットで多くの方が訪れますね。自家用車で来ると渋滞が凄まじいので、ぜひバスをご利用ください。正直渋滞待つよりバス乗った方が早いと思います。今見えているのは春帆道、教科書にも載る下関条約がここで締結されたわ。近くにはこちらも人気観光地の赤間神宮もあるわ。壇ノ浦通過、ここら辺りに来ると関門橋の足元が見えてきます。こう見るとすごく高いですね。ここには潮流信号所があるわ。幅が狭く流れが複雑な関門海峡を通る船のために、潮流、波の速さ、傾向を表す電光掲示板がある。橋の麓にあるのは強王型の船が来た際に知らせるための信号よ。南独地名の二本裾川です。ここには源平の戦いをモチーフにした銅像や大砲が置かれています。やっべえ、城下町調布の動画撮り忘れた。バカかお前は。まあ近くに国宝の高山寺や二宮神社などがあり、城下町散策ができます。すごい棒読みね。どっちも漢字だと音声出力しなかったんだよ。寝たいって。今は調布駅付近、ここにはブリヂストンの工場やボートレース下関などがあるわ。今日はボートレースやってるみたいで車がいっぱいいますね。ちなみにこの三電小月営業所駅には Y がつく系統とつかない系統があるわ。
つかない17系統は西川交差点を左折して小月方面に向かうが、17Y 系統は西川交差点は直進、リメタウン調布を経由するわ。さてさてリメタウン調布です。山口県最初のリメタウンであり、開業当初は最西端でした。ちなみにここら辺りの住所は山口県下関市リメタウンとなっており、店舗名がそのまま地名と化しています。さっ、通り過ぎた西川交差点を右折、ここからは小月方面へ向かうわ。一気に飛んで小月駅です。ターミナル鉄存在で山陽、山陰方面に向かうバスはここでも乗り換えができます。さて小休憩を挟んで発車、奥に見える L 川下関駅、後ろから来た HR は豊田町西地域ね。駅前ロータリーを大型バスが360度回る姿はなかなか迫力があります。へえ、ここで行く先の再紹介をやるんですね。小島停留所に停車、付近にはカップヌードルなどでおなじみの日清食品下関工場があるわ。タイミングよく末期食が来たわね。下関駅から1時間、終点三田小月営業所に到着です。パッと見乗りたいやつが20分後の下関駅行きに入るので、さっと撮影済ませましょうか。営業所の方に撮影許可をいただいて撮影を開始。まずは今年入ったばかりの新車がいたわ。方向幕が発色 LED、窓スモークが薄いから見分けやすいわ。続いて東部から来た V8L 画です。お化けミラーが特徴のこの車、新下関から転属してきた車です。次の下関駅行きはこいつなので、急ぎます。今回の目玉、呼び起きしたらしい、相鉄の V8L 画ね。昔ながらのカボチャ色の車で、この色をしてる、車は2台にまで減ったわ。4枚折り戸の L 画はかっこいいわね。ただ気になったのは側面後部の錆ね。今年で21年目、そろそろ限界が近いのかしら。最後に移行ですね。2021年の宇部空港線廃止までは、福岡線でも宇部空港線でも見れていましたが、廃止によるセレガーラの余剰、並びに老朽化に伴う観光車での置き換えにより撤退、現在はスクール用、波動用として残っています。撮影を許可してくださった営業所の方、本当にありがとうございました。さてここからは夢タウン調布経由、下関駅行きに乗車、さっきの東部の V8 が来たわね。さて走行音を取っていたらいつの間にか小月駅でした。名残惜しいですが下車とあるところに向かいます。やってきたのさ、歩く小月店。何しに来たのかしら。ここには下関ガチャを引きに来たんですよ。下関の様々なものがガチャガチャになっており、見かけた人の多くが引いて帰ってました。この中には三電交通と三洋電気軌道もあるので、それを狙いましたが、果たして殺そう。なんと願ってた二つが出ないどころか、前の人が三電を引き当て挙句の果てに、巌流本舗以外は何かわからないという。左から出会いの海、巌流本舗、園芸センターです。出会いの海は昔の下関駅にあった水槽で、巌流本舗は下関土産である巌流焼きで有名なお店、園芸センターは閉園済みで、私自身も何かわからないんですよね。ちなみに園芸センターはまさかのシークレットでした。さあ、小月駅に帰ってきたわ。ここでは乗車するバスが来るまで待機。このブルリは最近、長門から転属してきた車両。確かこの日は、小野田、サンパーク発の20系統だったかと。後に来た HR は、阪急からの移籍車、大見島行きの便に入ってたわ。さあ、乗車する車両です。新型ブルリですね。実は1本前に、準急があったんですが、新型エアロスターだったんで、見逃したんですよね。まあ結局同じような結果に。次の目的地は夢タウン調布だけど、寄り道したいから17系統で先に進むわ。小月駅の2個先、清水で下車、17Y 系統が来るまではここの近くにある100軒踏切に電車を取りに行こうかなと思います。うっせーやろ。まさか目的地が来るとはね。一応写真は撮れたけど、こんだけ強大な敵ならストレートで狙いたかったわね。
とりあえず 17Y 系統が来たので乗車。手を返しなお変え。今度は新車のエルタですね。あまり AT、AMT は好みじゃないですが、いい匂いがする車内。薄い窓スモーク。見慣れない LCT は新鮮で面白かったです。ということでユニタウン調布で下車、トイレ休憩をした後は316系統梶光経由新下関駅に乗車。昔はこの便は下関駅始発だったんだけど短縮されてるわ。それもそのはず、この便あまり乗客がいないんですよね。ユニタウン調布からは私含めて2人が乗車。その後1人増えましたが、王子温泉で私1人になってしまいました。そや駅から走らせるのをやめるわけです。高磯に到着。多くのバスは直進して小津方面を目指すけど、このバスは左折して新下関駅を目指すわ。出荷場前通過。何を出荷するのかは知りませんが、だいぶのどかな風景ですね。いやー、車内には誰もいないからこんなこともできるわけね。バスは太めの道を右折。なかなか車体が長い車だけど細い道に挑むわ。細い道を長い車体でくねくね曲がっていきます。そろそろ太い道に出そうですね。東山口通過。近くには立川バスから来て三電交通を引退後カフェとしてリスタートした7位がいるわ。いつか訪問してみたいわね。今見えてきたのは三電交通新下関営業所、最寄りの石原車庫前で下車します。ここまでお世話になったレインボー HR とお別れをして営業所の方へ向かうわ。さて許可をいただいて撮影スタート。まずは自社発注のレインボー HR を撮影。この車ももう古参車の立ち位置です。次は都営バスから来たキュービック。 KC 規制の車は三電交通にはスクール用の2台しか残っておらず、なかなか貴重ね。こちらは都営から来たレインボー HR、 100周年記念ラッピングが施されています。そしてなんと運転手さんのご厚意により車内も撮影させていただきました。あまり普段ゆっくり見て巡れる機会はないので本当にありがたいです。また撮影してたら夢タウンから乗ってきたバスが帰ってたわ。とりあえずこれにて撮影は終わり。明るく対応してくださった営業所の方、そして運転手の方、本当にありがとうございました。さて卵かけご飯に乗って営業所を離脱。どこが卵かけご飯なの。 DKGMK だからよ。しょうもな。新下関駅に到着。焼肉のラッピングを見てると焼肉が食べたくなるわね。ありがとううぷ主。今私のお願い事が叶うならば拒否意見が欲しい。とりあえず新下関駅からは36系統夢して前山の田東駅から都経由下関駅行きに乗車。都営天国の3電ですが、今回の旅ではまだ一旅も引いてないですね。こいつも自社発注です。見えてきてるのは夢式。もともとは夢タウン新下関と呼ばれてきたけど、一般公募で夢式となったわ。Cモール下関、小野田サンパークに次いで山口県では3位の商業施設面積を持ってるのよ。あれ？急に画面暗くなったけど。落としたー。スマホの充電。落としちゃった。言われてみれば撮影担当のスマホ今日持ってきてないわね。ということで唐突にはなりますが、今回のバス旅は以上です。普段は鉄道メインだけど、たまにバスに乗って旅をする動画もあげるから覗いてみてね。そして今回大変お世話になった三電交通さん、ありがとうございました。この動画が少しでもいいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、 X のフォローもよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。